ってきまーす。
はい、できました。おいしそう。もっとこっちにしたいけど。じゃあメープルシロップもかけ忘れたのでかけましょう。ありがとう。てれ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 。こんなかしら。ああ、いいじゃないですか。はい、じゃあいただきます。いただきます。まずパイを切らなくてはいけませんね。はい、鶴は、あ、まめこさんがやっていただけるんですか。じゃあ僕、カメラ、僕はカメラを構えますね。できるかな。できるよ、まめこならできる。どっから切ればいいんだ。こうかな。うん、いいんじゃない。あ、動く動く。なんかこう平たいお皿があるといいんだけどね、パイを切れるから。あ、パイ用のね。なんかこうほら、あ、じゃあ次はパイ用のお皿を買いますか。そんなの売ってんのかな。でもこんだけパイがメジャーなんだから、パイ用多分さ、うん、あのまな板みたいなやつのせんじゃない。サービングの。あ、なるほどね。これじゃあ各自こう半分ずつにして。そんな感じ。いいよ、じゃあしょうがない。じゃあ私ちっちゃめに切ろう。あ、そういうことね。俺はもうこのままじゃあ全部いっちゃおう。あ、すごいね。それツーさん、これで。あ、すごいスタイルだね。すごいいい感じじゃない、うん、よいしょ。サラダはね、酸っぱい枝豆。これで枝豆なんだよ。枝豆、枝豆のっけのグリーンサラダに甘酒を入れた。甘酒？うん、甘酒を入れたマスタードドレッシングです。甘酒を入れたマスタードドレッシング、興味が湧くね。それいつも食べてるよ、プーさん。知らない間にいろんなものを盛られています、うん、そうだよ、何言ってんの、プーさん。甘酒は、はい、甘みの代わりに入れてるのよ。まあ、うん、なるほどね、うん、ろう。甘酒素晴らしいよね、あれ、うん、甘酒、うん、そして簡単に作れるからすごい飲む点滴でしょ。そう、そういうのいっぱいあるよね。うん、でもなんかわかんない、最近ブームなの。俺全然知らなかったんだけど、甘酒すごい流行ってるらしいよ。でもさ、甘酒ってやっぱ日本以外だと知られてないんだよね、おそらく。あんのかな、他のアジアの国とかでも。うん、どうなんだろうね。でも麹は使うじゃん、中国だって。あ、そうなんだ。だって豆板醤。あ、そうかそうか、豆板醤、そうだもんね、うん、だから合うかも。あ、まあそうだよね、うん、中国なんかいろいろありそうじゃないですかね、なんか健康的な。なんかドレッシング美味しいよ。ちょっと待って、そんなにいっぺんに食べられないもん。あと酸っぱい枝豆も、うん、サラダとしてならいい感じ。うん、うん、うん、パイ美味しい。大丈夫。なんかちょっとアップルパイっぽい感じがする。どういうこと。アップルはどこにある。そう、アップル入ってないのにアップル感がある、若干、うん、多分この玉ねぎの甘みとイチジクが合体してちょっとリンゴっぽくなってない？なってない？全くなってないけど、うん、うん、でもやっぱり玉ねぎはこんぐらい火が通ってると美味しいね、うん、あとベーコンが美味しい、うん、すごい美味しい。よかったよかった、うん、なかなかね、あんま作らないからね、パイもこういうのね。でも、うん、前はパイなんて作るなんて大変と思ったけど、うん、ただ混ぜるだけだが結構意外と簡単だよね。うーん、そうね。なんかあれだってフィグとかさ、うん、フィグなんて俺人生で一度も買ったことないもん。フィグ買えって言われても、うん、フィグがどれだかもちょっといまいちゃう、これかなみたいな感じだもん。中身切ればわかるよ、うん、なんかちょっと似たようなのあんじゃん、うん、フィグみたいな。何、栗？栗はさすがにわかるけど、なんか、なんかさ、そんな似た形のものかあったっけ。なんか似た、こんな色のさ、なんかこういうなんか塊みたいなのなかった？フィグを人生で一度も買ったことないっていう男の人結構いると思うよ。また、うん、男女のになるけど。まああとチーズが短いからね、チーズはね、うん、緑色と、あと色で、あといろんな種類がある。これ黒いけど、うん、イタリアで見たの緑だでしょ。いろんな種類がある、うん、サラダを行かせていただきますよ、はい、私は、うん、うん、うん、でも甘酒言われてないとわからないね。うん、そうだから全然わかんない。だから気がつかないうちに体は健康なら、うん、そんなに、そんなに甘酒効果そんなに、うん、うん、これは全部食べるべきかな。
うん、あんなお腹いっぱいなの？だいぶお腹いっぱいなんだけど、うん、まずちょっとだからね、ちょっと端っこの管みたいな。あ、なにそれ、マモコもしかしてついに食べることを今促してるし、分かる俺には。うん、俺がじゃあ食べてあげようかっていうのを待ってる。これは俺はそういう仕草。スーさんと半分こしようか。うん、いいよ、じゃあ、はい、半分こでしょ、切って。はい、やっぱりスーさんの方が大きいんだからね。そりゃそうですね、当たり前だ、当たり前だ。なんで半分こなんだ。なんで大きいって表現がおかしいだろ。なんで大きいって。だって大きいじゃん。そんなことないよ。え、だってサイズだっていう、通算 L とかじゃん、 XL とか。勝手なこと言うな。この間 M だって出たよ、アマゾンから。あなたの体位は M ですって出たよ。でもいつも L 着てるじゃん、ゆったりサイズが好きだから。じゃあ私もいただきますよ。はい、L サイズだから、うん、やっぱりあれでしょ、ワッパーみたいなことでしょ。なんだよそれ。バーガーキングのワッパー。あ、もう結構ハンバーガー好きだよね、意外と。うん、うん、好きだよ意外とね、うん、美味しいハンバーガーだけどね。うん、そう、高校生の時いつも マックじゃなくてモス行ってた。あ、そうなの。うん、偉そうだな、高校生でモスなんて。そんな高いもの。高いの？バーガー高いんだぞ。あ、そう。違うの？え、高いでしょ、モスバーガーって。知らないけど。こんなん。モスチキンが美味しいんだよ。なんで？モスバーガーと言ったらモスバーガーだよ。モスバーガーってでもあれじゃ、なんかちょっとトマト味っぽいやつでしょ。うん、わかる。でも実はケンタッキーのハンバーガー美味しいんですよ。また言わせてもらうけど、いや、そう思うじゃん。ケンタッキーはハンバーガー美味しいんだよ本当に。和風チキンカツバーガーとか、うん、いやもうだって昼のまかないみたいなしょっちゅうそれ食べたもん。へえ。いや本当に本当に。あのね、まあケンタはね美味しいんですよ実はハンバーガーが。うーん。嫌な感じ。ナツーさんがすごいケンタッキーが好きすぎるからでしょ。うん、うん、いや絶対そうだよ。うん、私フィレオフィッシュみたいなお魚のやつが好きだった。揚げ物で美味しいなと思ったんだよ多分。フィレオフィッシュってそんなのケンタッキーなくない？ケンタッキーじゃないもん。どこだから？あ、モス？マックだよ。あ、マックのフィレオフィッシュが好きだ。俺フィレオフィッシュとか全く好きじゃなかった。なもう存在意義が分からんと思って。へえ、美味しいじゃん。あ、そう。うん、でも、うん、子供の頃みんなさ、うんうん、塾の帰りとかにマック、うん、とか寄っててさ、うん、私塾行ってなかったからさ、うん、いいなって思ってた。なんかちょいちょいさ、マミコのさ、うん、子供の頃のかわいそうな話みたいなのさ、うん、入れてくるよね。え、よ、塾行きたかったってすごいね。うん、行ってみたかった。行ってないと行きたくなっちゃうんだよね。うん、あと図書館にいた、いつも。そういう子で飽きたかった。ずっと図書館にいた。夏休みとか 朝一並んで図書館にいた。図書館に並ぶ人っているんだね。そうだよ、いつも並んでぐわーって席取んないと、席ないから。席、え、何やの図書館で。勉強。いや、美味しかったね。お腹がいっぱい。わかる。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。